第5試合第4代 KPKP スーパーフェザー級王座決定トーナメント準決勝第2試合、青コーナーよりレオ選手の入場です。赤コーナーより金子勇樹選手の入場です。青コーナー173センチ 59.8kg キックラボ所属レオ。赤コーナー176センチ 59.9kg ベストジム所属金子勇樹。ジャッジ福永昌司、同じく平山康樹、同じく原田正俊、レフリー秋山国勝。触れ、左手触れ、そう、
2分経過、残り時間1分。ラスト30、残り時間30秒。ラスト10秒、残り時間10秒。第1ラウンド終了。セコンドアウト、セコンドアウト。タイムストップ。再開します。再開します。タイムストップ。再開します。
2分経過、残り時間1分。ラスト30、残り時間30秒。4、5、6、7、8、ラスト10秒、残り時間10秒。第2ラウンド終了。セコンドアウト、セコンドアウト。タイムストップ。ただいま青コーナーレオ選手に限定1が与えられました。再開します。2分経過、残り時間1分。
ラスト30、残り時間30秒、ラスト10秒、残り時間10秒。これより判定に入ります。お待たせいたしました。判定結果をお知らせいたします。ジャッジ平山29対28、青レオ、ジャッジ福永28対27、青レオ、ジャッジ原田29対28、青レオ。この判定結果をもちまして、勝者青コーナーレオ。勝ちましたレオ選手にはメダルが贈られます。なおこの判定結果をもちまして、レオ選手は第4代 KPKP スーパーフェザー級王座決定トーナメント決勝戦に進出です。それでは先ほどの準決勝第1試合に勝利いたしましたソウル選手、リングにお上がりください。あ、レオ選手お待ちください。第4代 KPKP スーパーフェザー級王座決定トーナメント決勝戦はソウル選手 VS レオ選手に決定いたしました。決勝戦に向けてお二人の意気込みをお伺いしたいと思います。はじめにレオ選手お願いいたします。キクラボのレオです。今日はちょっと体力でやられてしまったって感じなんですけど、家族とチームの皆さんを応援してくれたので頑張れたと思います。次回ソウル選手と戦うってなってるので頑張りたいと思います。応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。続きましてソウル選手お願いします。すいません、さっきも僕自己紹介したんですけど、ソウルです。決勝はまあ、面白い試合というかバチバチにやって、もうよっぽど強い方がチャンピオンになった方が面白いと思うんで、なんか判定とかじゃなくて KO 決着できるような試合をできるように僕もまだまだ練習するんで、バチバチにやりましょう。お願いします。ありがとうございます。それではこれよりフォトセッションに入ります。ありがとうございます。2024年2月12日月曜祝日、アクロス福岡大会で行われます第4代 KPKP スーパーフェザー級王座トーナメント決勝戦にご期待ください。両選手に大きな拍手をお願いいたします。